ここで中日ドラゴンズオフィシャルパートナー各社をご紹介いたします。中日新聞社、プロフィットコーディネーション、皆様中日ドラゴンズを応援してまいります。3連敗はダメです。皆さん昨日試合中ベンチの空気、お葬式のようになってました。分からない、それじゃダメです。お前やろみんなで元気出していきましょう。みんな好きな野球やってます。もう楽しみましょう、はい、元気出して絶対やりましょう。ミスター、ミスターゴー、点差は開いてましたけど、まだ序盤だったんで、諦めずにチームで全体でやってました。大分県試合に参加した3回のワンツーの審議を伺いましょう。どんな思いのお出しになったんですか？試合前に監督からユンケルを2本いただいたんで、それを飲んだんで、はい、打てました。見事なバッティングでしたね。受けた瞬間どうでした？いい感じで打てたので、はい、良かったです。そしてこれも大きかった、3塁まで行ったことでもう1点入った、自身でホームを踏んだっていうことも素晴らしかったですね。初めてのスリーベースだったのでちょっと疲れました。4回の犠牲フライを振り返っていただきましょう。どんなバッターボックスだったんですか？
の場面も場面のチャンスだったので、初球から積極的にいこうというふうに思ってました。さあ、それでは続いて山本投手に伺います。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。同点になった後の登板でしたが、どんなことを考えてたんですか？序盤結構点の取り合いだったので、自分がこの流れを止めてやろうと思ってマウンドに上がりました。まず4回は三者三振の素晴らしいピッチングでした。ありがとうございます。そのピッチングが勝ち越し点の問題じゃないですか？サードからすごい熱い眼差しがあったので、思い切って投げました。勝ち越した後もその次のイニングをピシャッと抑えました。2イニング0、今日のピッチングどうだったです？本当にバッター一人一人必死にいった結果が、いい結果につながったので、チームの勝利にもつながったので、良かったなと思います。そして今日のリリーフ陣を代表していただきます。ジャイアンツ打線のあの後6イニングパーフェクトに抑えましたね。ありがとうございます。来週以降も、しっかり1試合1試合勝てるように頑張るので応援よろしくお願いします。最後に石川さんからの力強いメッセージをお願いします。来週以降も少しでも勝ちに貢献できるようにたくさん打ちたいと思います。もうよろしくお願いします。ありがとうございました。マジでもらったんですよ、ユンケル。慣れてるわ、今。もう慣れてきましたね。いや、本当に、そのおかげです。またドアラが取れましたね。そうですね。もっともっと頑張ります、悔しいで。自分の部屋には置かないですか？あ、置かないです。置かないです。俺自分の部屋置いてるで。俺置いてるで。あんまりそういうのないんで。目当てる。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今季初勝利ということになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、気持ちとして。いやもう、なんていうか、本当強気でとにかく行こうって思って今年はやってるので、それがいい結果につながってよかったです。結構大きなガッツポーズというか、気持ちが出てるような仕草もマウンドで見られましたけど。はい。もうそうですね、もう試合が結構その点の取り合いだったんで、特に4回は、もう、自分が流れを引き寄せるんだっていうもう強い気持ちで行ったので、もう自然に出ました。それはこう意識して強い気持ちでっていうのは何かきっかけがあったりしたんですか？もうそうですね、常々辰巳監督も言われてることなんですけども、勝負事は喧嘩だよっていうのはすごい言われてるので、本当今シーズンはそのつもりでマウンドに毎回上がってるので、喧嘩じゃないかもしれないですけど、もうそれぐらいの気持ちでやってるのが、自分の強気っていうのはつながってるかなと思います。今年リリーフで回ってますけど、はい、こうどういう気持ちで今シーズン1ヶ月過ごされてましたか？はい、いや1ヶ月が結構長く感じてますね。本当毎日毎日本当に濃いので、去年までやっぱり先発とリリーフ両方やってたんですけど、
毎日やっぱ行くかもしれないっていうプレッシャーの中で、まあ、いろんなことを勉強させてもらってすごいありがたいなと思います。こうリリーフとしての心得みたいなのってどういう、はい、なんか先輩から聞いたりとかっていうのはあるんですか？そうですね、大塚コーチに一度言われたことがあるんですけど、まあ、強気とはちょっと一瞬関連がないように思うんですけど、感謝の気持ちを持ってマウンドに立てっていうのは言われてて、まあ、本当に誰でもいいからマウンド投げる前に ありがとうっていう気持ちを持ってマウンドに上がってみろって言われて、そこからすごいいい結果が今日も出たので、まあ、それはまあ僕としてはやっぱり使ってくださる首脳陣の方にありがとうございますって言ってから、まあ、投げるっていうのを、まあ、やるとすごい力が出るというか、まあ、いい循環ができているかなと思います。今日だったらやっぱり起用した首脳陣へっていうところだったんですか？そうですね、はい。こうリリーフとしてもいろんなポジションあると思うんですけど、はいはい、山田さんは今シーズン入ってどういう1日を1試合を、はい、過ごしてるんですか？どういうスケジュールでとか。あ、そうですね、まあ、練習前にいろいろ自分で、まあ、ジョギングしたりとか、まあ、ストレッチとかしたりとかして体しっかり動かして、で、まあ、その後に、まあ、全体練習してお風呂入って交代浴してで、まあ、試合にまでちょっとご飯食べたりゆっくりして試合に行くっていう感じですね。まあ、それが結構毎日本当同じ動きなんですけど、まあ、その中でもまあ自分の体の状態と相談しながら強度を上げたり下げたりっていうのは、まあ、すごいなんていうか楽しいというか、試合にいかにどれだけ持っていけるかっていうのを毎日考えて、あっという間に一日が終わるので、まあ、すごい濃い日々を過ごせてるかなと思います。試合に入ったら結構こう違うルーティーンだったりっていうのはないんですか？そうですね、もう頭からブルペンにはいるような。あ、そうですね、もう本当最後の、まあ、それこそ大塚コーチの行くよっていうところまでは、まあ、結構ネガティブにというか、こういうふうになったらダメだな、こうしよう、もっとこうしよう、もっとこうしようみたいないろんなこと考えてるんですけども、行くよって言われた瞬間にもう一気にポジティブになるというかっていうのはすごい意識してますね。もう自分で意識してもうできるできるって言い聞かせて、マウンドでは自分はすごいぞ、自分はすごいぞはおかしいですけど、自分はできるぞっていうのはすごい自分に言い聞かせて投げてます。なんかそういうお話聞いてるからかもしれないですけど、すごくたくましく見えるというか、はい、私は特にそういう感じです、はい、なるほど。ちょっと話変わるんですけど、はい、キャンプ中に趣味散歩をしてるっておっしゃってましたけど、はい、どうした？あ、こんにちは。ちょっと待ってください。ネタが。行っちゃうんすか、しかも。やば。休みに長い散歩してるイメージがいいですね。めっちゃあります。めっちゃ散歩してます。暇すぎて。休みの日の方が朝が早くて。6時。休みの日何やってるんですか？休みの日は、6時ぐらいに起きて散歩して8時ぐらいに帰ってきてホテルの朝ごはん食べて。散歩をしてるっておっしゃってましたけど、はい、シーズン入ってからどうですかその辺。そうですね、まあ名古屋に休みの時とかは休みの日でもなるべく、まあ、ちょっと歩いて出かけるようにはしてて、まあ、今だとアップローチとかあるじゃないですか、あれつけると何歩、一日何歩歩いたかみたいなの分かるんですけど、それでまあ休みの日はまあ一応目標として1日1万歩歩きたいなと思って、まあ、そこら辺を結構、まあ、そこら辺というかまあ家の買い物とかをまあ、あんま何も買わないですけどうろうろしたりとかして、はい、よし1万歩行ったら帰ろうみたいななるほど、一つ目標なんですね。そうですね、さっきもおっしゃってましたけど全体練習前もずっとぐるぐる走ってる姿も、はいありますけど、はい、その辺もなんか継続してっていうと、はい、そうですね、まあすごいなんていうんですかね、なんかグランドって野球、まあドームってすごい野球する場所で緊張、やっぱマウンドに行くとすごい緊張してしまうので、まあ、全体練習前だとすごいそのグランドキーパーさんとかがいろいろ準備してくださったりとか、まあ、いつもとは違う景色を見れるというか、まあ、そういうのも含めて、まあ、すごいなんかリフレッシュになるというか。なるほど、はい、景色もドームとはいえ見てるんですね。そうですね、もう本当一野球ファンとして練習前を堪能してます。なるほど、はい、あとキャンプ中に
あの YouTube、はい、よくご覧になって。練習終わった日は何してるんですか？練習終わった日はもう、なんすかね、 YouTube とかですかね。 YouTube 何見てるんですか？ YouTube あれっすね、あの中山きんに君のチャンネルとか最近も筋トレ動画見てるんですよ、めっちゃ。YouTube、はい、よくご覧になって、中山きんに君の動画見てるっておっしゃってましたけど、はい、そのあたりの変化はどうですか？そうですね、まああの中山きんに君もそうですし、なんかその今年からやっぱり一人暮らし始めたので、まあ、どういうものを食べればいいかなっていうのはもう一から自分で、まあ、勉強してというか、まあ、スーパーでこういうものを買ったらいいのかなっていうのは意識してやるようにはしてるので、まあ、自然と YouTube もやっぱそういう傾向が出てしまうというか。なるほど。やっぱりタンパク質ですね。なるほど、はい、じゃあもう本当 YouTube も学びの一つというか。そうですね、はい。なるほど。あんまり中山きんに君のネタとかを見てるわけではないっていう感じですか？ネタはまあ、 あの一通りは一応見てるんです見てて、はい、まあ、結構あの藤島さんとか真似面白いんで、あのちょっとやってくださいよってやってもらったりとかして、やってもらって、やる方ではないですね。もうやらしてます先輩にやらしてると、はい、なるほど、はい、まあ、今日なんとか勝てました。また来週から頑張るので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと儀式を去年もやっていただいて、これですか？お願いします。どんな感じでしたっけ？なんかファンの方に一言こう呼びかけてもらって、はい、ポーズもお任せします。わかりました。筋肉っぽくやりますか？どんな感じですか？あのちょっとあんま筋肉ないんで意外と言ってる割にはじゃあお願いします、はい、来週からも頑張るぞ、パワー。これやっぱ藤島さんにお願いした方がいいですすいません、あの、はい、ドラフォーを言ってもらわないと。あ、すいません、すいませんカットで来週からもうしっかり頑張るので応援よろしくお願いします。ドラフォーパワーやっぱ藤島さんにお願いしましょう、この、はい、ありがとうございました。お願いします。ありがとうございました。お願いします藤島さん。Oh, wow.